はい、こんにちは、なのかです。今回はですね、見るのはそっちじゃないっていうお話をしたいと思います。まあ、私がですね、常日頃、まあ、人生が辛い時は、まあ、あの自分をですね、帰り見るっていうことで、自分自身なんですよっていうことはもう本当にそれが当たり前のことなので、 ま、基本的に言ってますよね。で、私がですね、最近、時々ね、あの、話すようになったこと、あの、インスタの方をこう開いたら、みたいな、その、例え話なんですけど、インスタを開くとですね、あの、最近、その、スレッズっていうね、その、別アプリみたいな、まあ、関連アプリがあって、そこのですね、なんか、つぶやきが毎回こう出てくるんですよ、必ず。で、そこにはですね、なんか、すっごく思い悩んでる方たちのつぶやきがいっぱい出てくるんですよね。だから、それをね、こう参考 にこうやってて動画を作らせていただいてるんですよあこういうことでね、すごく悩んでらっしゃるんだなっていうことが分かりますからね。で、あの、そこにですね、やっぱりよく出てくるのが、やっぱりこの何かを作ってる、まあ、ハンドメイドとか、絵を描いてるとかですね、まあ、そういう方たちがいらっしゃるんですね。 でもそういうふうにまずここで言うとですね、あの聞いていただいている方たちが、いや、私ハンドメイドもしてないし、絵も描いてないから、私には関係ないわって思って、ここでね、離脱されるかもしれないんですけど、そうじゃないんですよ。あの、それは例ですからね。だから皆さんは、皆さんのこの人生で、じゃあそういうふうな、こう、感情が湧いたときは、自分だったらどうしたらいいのかっていうふうに当てはめていただきたいんですよ。あくまでもハンドメイドとか絵っていうのは、あの、そのね、たまたまそういう、こう、つぶやきをしている人がそういう状況っていうことなんです なんで,、ね、でその方たちがどういうことをつぶやかれてるかというとですねなんかこう自分がやっぱりハンドメイド売ってる何かサイトにこう出品したりなんかマルシェみたいなとこにねこう展示をしてこうね参加したりあと絵もうずっとこう描いてるけどってでもねなかなかこうねあの全然仕事ももらえないしあとはこう売れないしとかっていろいろそういうこうね自分がこう,こうなりたいんだけどそれができてないっていうことなんですよね。 じゃその今成功してないってことですよね。うまくいってないって書かれてるんで。どうしてうまくいってないかっていうのは、もう答えはですね、簡単なんですよ。そのどうして売れてないか、どうしてうまくいってないかっていうのは、その人自身っていうことなんですよね、問題が。買ってもらう人たちに自分っていうものを分かってもらってるのかっていうことなんですよね。 お客さん側の人からすると、どういうね、ものを買うかってことなんですよね。あの、私も昔ずっとですね、娘がね、8歳ぐらいからハンドメイド始めて、もう十何年やってたんですよね。で、ハンドメイドをずっとやってた時に、私、まだほら、今の私じゃないから、ものすごく、やっぱりこう、売りたい売りたいっていうのがあったから、あの、安くしてたんですよね。 もう自分の能力の方が本当にね、大変だったのに、もうものすごく安くしてたんですよ。だから、薄利多倍だったんですよね。だから、あの、本当に安かったから売れてたんですよ。そしてその十何年前っていうのはですね、まだね、今ほどいろんなサイトもなくて、本当にですね、あの、もうすごくね、ハンドメイド業界が売れやすかったんですよね。でもね、ある時期からもハンドメイドする人がバンバン増えたんですよ。だからもうね、売れなくなったんですね。 だから私がね、こう、フリマとかに一回だけね、娘と一緒に出た時があって、ハンドメイドをずらっとこ並べてたんですけど、そこにね、あの、たまたま来られた、あのね、あの、私より年上の女の方がいて、まあちょっとね、雑談したんですけど、その方もね、ハンドメイドずっとやってたらしくて、まあ昔は本当売れたよね、なんて言ってて。でもやっぱりね、ある時期からもう全然ね、もうさっき言ったような状況になったから売れなくなったから、もうね、私やめたのよって言われてました。 だからね、本当にね、やめなきゃいけないぐらいね、もうみんながハンドメイドをね、やるようになったんですよ。だからそういうね、流れもあるんですね、人生の。そしてですね、やっぱり、あの、本当にね、あの、売れる人っていうのは、やっぱり独自性というか、オリジナル性がある人なんですよね。やっぱりね、あの、昔もね、私、他の方見てた時に、やっぱりね、独特のデザインを自分で作り上げてて、もうそれをずらーっとこう並べてるんですよね、サイトに。そうすると、こう、一個一個見るのが楽しいんですよね。 あこの人は、この人の技術すごいなとかあ、他の人が、ね、やってないようなことをこの人を、ね、あのデザインしてるなっていうのがもう本当になんか魅力的であ、これ一個欲しいなってやっぱ思いますよね。 やっぱそういうやっぱオリジナル性がないとダメなんですよね。目を引く。で、そういう独特なものっていうのはある程度値段が高くても売れるんですよ。やっぱ価値があるって思うからなんです。どこでもね、こう見かけないようなデザインだし、あ、これ可愛いと思えるから、いや、一個でも買っとこうと思うんですよね。 だからあの値段がものすごく安いかそういうオリジナル性があるかものすごく魅力あるものかっていうことが、まあ、売れるっていうことなんですよハンドメイドだと。でその2つ以外のパターンの時にはなかなか売れません。 本当にそうなんですよ。私もずっとそれやってきたんでわかるんですけどね。じゃあですね、ハンドメイドで、でも売れてる人いるじゃないですかってね。いや、そんな独自性なくったって、なんかこう、安くなくても普通ぐらいでも売れてる人いますよっていうかもしれませんけど、そういう人はですね、多分ね、マルシェとか、まあ、そういうところにずっと通い続けて、出品し続けて、 あの、こう、顔馴染みを作るとかですね。そうやって人とのつながりを作ってる方なんですよ。で、私もですね、ハンドメイドをまだね、あの、作ってた時に、ちょっとこう、地元のいろんなそういうお店に行ったりとかして、話をした時にですね、やっぱりそういう方たちってつながりがあるって言ってました。いや、あのね、マルシェに行ったらね、いつもね、同じ人たちがいて、とか、で、そこに来てくれるね、お客さんがね、もう本当にね、通ってくれて、とかって、で、あとはコミュニティがあって、とかって言われてましたよ。 だからやっぱり、ね、人とのつながりを作ってるっていうことなんですよね。何回も何回もやるっていうことで、顔をね、あの見せるっていうことで。 顔も出さないで、どこの誰かわかんない。みんなと同じような生地で作る。同じようなバッグを作ったって、なかなか売れないんですよね。安くしないと。で、そうやってね、横のつながりとか、顔を見せて、マルシェでずっとやるっていうことは、その人自身をこう見せてるっていうことなんですよ。で、会話するから、いろいろね、話した時に、なんかその人いいなって、このお客さんが思う。あ、この人気さくでいいな。なんか人柄がいいな。あ、この人が作ったんだ、これって。じゃあ一個買っとこうかなって。 結局ですね、人間力なんですよね。その人ってことなんですよ。物を売るっていうことは。で、企業もそうですよ。会社をしてても、結局ですね、同じような同業他社ってたくさんいるじゃないですか、世の中に。じゃあ、どうやって自分の会社がね、あの、反映するかっていうのは、やっぱり自分の人間力なんですよね。やっぱりこう、一回ね、顧客としてこう来てくださったお客さんが、 まあ自分と個性した時に、この自分をね、どう見るかってことなんですよね。その人間力っていうのはさっき言ったようにね。 あの、ものすごく値段を安くするとか、ものすごい独自性とか、あるいは企業ね、会社の場合だったら、顧客にとってものすごいもう本当にお得なサービスがあるとか、そういうのだったら人間力はあんまり関係ないんですよね。だって安ければいいっていう人は安いものを買うし、ものすごく独自性があるものだったら目を引くから、あ、買っちゃおうってなるし、あと会社だったら、ものすごくこう安いなんかお得なサービスがあったら、あ、こっちの会社の方がいいなってなりますよね。だからそういうところは人間力はあんまり 関係ないんですよね顧客かららしたらだから、あの、そういうふうに、人間力があんまり関係ない場合もあるけど、でもやっぱりですね、あの、そういう安くもできない。安くしてたらもう生活やっていけないとかね。まあそういう場合は、じゃあどうしていけばいいかっていうことを今お話してるんで、結局は人間力っていうことなんです。だから、ハンドメイドもそうやって出品する場所に自分が行って、顔を見せて、会話をする。 そしてですね、あるいはその出品ね、そこに行かなくてもネットで売るときに、自分のこのね、あの、ハンドメイドに対する思いを書くとかですね、その説明文に思いを書く。そうすると、あこの出品者は顔見えないけど、どういう人かわかんないけど、でも、ここの,あの文章を読めばあ、この人柄が伝わってくるなってありますよね。 ああ、こういう言葉使って、この商品に対してこういう思いで作ってるんだって。ああ、そうか。ああ、こういう思いで作ってるんだったら、じゃあ私もね、ちょっと一個持っとこうかなってなりませんか。結局、その人が何を考えてどういう生き方をしてるっていうもので、人って判断するんですよ。で、その商品がすごくいいものに見えて、ね、買ってくれるっていうことなんですよね。で、あの、絵の方もそうなんですよね。絵のこともね、すごく書かれてるんですけど、 いや私ね、これデジタルでやってるんだけど、このデジタルがダメなのかなとかね。私アナログでやってるんだけど、アナログだとやっぱりみんなね、見てくれないのかなって、この技術のことをね、言われてることがあるんですよね。アナログ、手書きだったらいいのか、デジタルの方がいいのかっていうところをこう見ちゃってるんですよね。でも絵もですね、やっぱりその人自身の人間力なんですよ。どういう人がこの絵を描いてるのかってことなんです。 だって、世の中に絵がうまい人5万といるんですよ。もうほんとちょっとネット開いたらものすごい技術の人いますよね。だから、うまい人はいっぱいいるんだけど、じゃあその中で、じゃあうまいから売れるのかってことなんですよ。いや、あの、全然そこまで技術なくても、いやもうさらっと描いた。 もうささっと描いた絵でも、あ、この絵いいなと思って買ってくれる人もいるわけなんですよね。で、あの、私が昔ですね、インスタやってた時も結構前です。かなり前に。あの、私自分もやってるから、他の人が流れてきますよね。絵日記っていうことで。 それでそこにですね、あの、本当にこう、さらっと書いた人。でも内容がものすごく面白いんですよね。その面白いっていうのはその人自身の人間力なんですよ。その人の日常を書いてたんですよね。でも絵は本当にこのペンでささっと書いただけなんですよ。で、あの、あえて下手馬なんです。あえて下手っぽくもう本当に落書きみたいに書いてて、 もう色もつけてないんですよ。白黒なんですよね。ただペンでささーっと書いてるだけなんですよ。でもそれがめちゃくちゃ面白いからもうフォロワーさんがいっぱいいて、結局その方書籍化いっぱいしてるんですよね。声がかかって。 っていうことはなんでそうやってフォロワーさんが増えるのか、みんなが夢中で見て、で、あの、オファーまで来るのかっていうと、その人の人間力なんですよ。その人の魅力なんです。その人が日常の絵日記だから、日常何を考えて、この時はどういう行動をして、で、子供さんがいてね、子供さんに対してどういう言葉を言っているとか、で、あの、例えば友達と一緒にいる時にこういうことを言っているとか、こういう行動をしてる。その面白さ、ユニークさ、魅力。 だから見ちゃうんですよ。その人の,あの人間性が見えないものって全然面白くないんですよね。だから、あの、絵でですね、デジタルがいいのか、アナログがいいのか、あの、どこのサイトに出したらいいのか、どこのサイトだったらみんなが見てくれて売れるのかって悩んでらっしゃるんですけど、あの、そういうところじゃないんですよね。見るのはそこじゃないんですよ。 自分なんです。その絵に自分を出してますかってことなんですよね。自分はこういうことを考えて生きてる人間です。絵に対してこういうふうに思ってるんですよって。で、この絵はこういう気持ちで描いたんですよって。それを発信しないと、いくら絵を一生懸命もう何百枚描いたって、いろんなサイトをこうね、もう渡り歩いたって、あのデジタルがいいか、じゃあアナログをね、じゃあ今度やってみようかってやってもですね。 その人の人間性が滲み出てないと、あの、見るものに伝わらないとですね、誰もですね、その絵がいいと思わないんですよね。だから、最初に戻れば、私もね、過去のハンドメイドずっとやってた時に、あのー、本当に安くで売ってたんですよね。で、ちょっと値段上げようかなって試したことあったんですけど、全然やっぱり、いや、あの、ここまでだったら売れるけど、ちょっと100円上げただけでも売れないんだってなって、もう愕然としたんですよ。で、やっぱりその時って、私ってこの自分っても全然見せてないんですよね。 高くした時に、ただ値段上げただけで、その説明文は全くその安い時と変えてなくて、ただ、あの、このね、サイズを変えてとかね、あの、こういう時に使ってくださいって、ただそういうこう定型文みたいな、まあ、ありきたりの説明文を書いてただけだったんですよね。あの、今みたいなこういう考えがなかったから、私も当時は悩んでたから、そういう今ね、悩んでるっていう方みたいに。だから、何がいけないんだろうかってね、いやもう100円上げただけでもダメなんだなと思ってもうね、 どうしようかなじゃあまたね、安く戻そうなんてやってたわけなんですよ。だからその時って自分っていうものを見てなかったんです、私。私っていうものを見てもらえば売れるんだっていうことに至ってなくて、なんでなのかなこの値段がね、ってこの値段値段ってこう見たり、いや、じゃあもっと他の記事を買ってみようかなって記事にしたりね。 でもその生地をまた変えたところでデザイン性は全然なかったんで、まあ本当にありきたりのものを作ってて安くで売ってたんですよね。でもですね、あの私がね、唯一こう反響があったっていうのがですね、やっぱり絵なんですよね。あの絵日記をインスタでやってた時に、私ね、もろ本当にその絵もね、あの、まああのサブチャンネルでね、これからその時の絵見せますけど、皆さんに。 あの、ザザっと書いてね、全然こう本当にどっか出版社に出すようなこう聖書みたいな感じじゃないんですよ。本当に絵日記。まあ自分がささっと書くような絵で、でもそこに言葉をこう書いて、あの本当にこう自分っていうものを出してたんですよ。その絵日記なんでね、日常なんで。 私はこの時こういうふうに思って、こういう、例えばこの病院に行ったらこうだったんで、私こう思ったんですよね、なんて、自分のこの思いを出し始めたんですよね。そしたらどん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 フォロワーさん増えていただいたんですよね。本当に、あの時。ただですね、そういうふうになると今度アンチが必ず来るんですよね。それが感情を出してる、私を出してるってことなんですよ。人間ってですね、 その人を見ると、なんかこうね、いいね、あの、好感を持つ人もいれば、その反面、アンチが湧くんですね。だってその人をもろに見せてるからなんです。その人を見たときに、自分はこの人と違うとか、人をジャッジする人が現れて、いや、あなたってって言いたい人が現れるんですよね。でもそれってですよ、ある意味成功なんですよ。だって自分がちゃんと出てるっていうことなんですよね。 そうじゃないですか。自分を出さずに、ただなんか今日ここに行ってきました。ここの景色すごく綺麗でした。そういうことをずっと毎日発信してても、どうですか誰も見なくなるんですよ。最初はね、あ、この人なんか流れてきたから見ようかなってクリックしても、いや、ただ普通のことを書いてるだけだったら面白みがないんですよね。だから別にもう二度と見ないわけなんですよ。でもそこにその人の感情とか日常でいろいろ考えてることとか反応を書けば、その人が見えますよね。 だからその人がなんか魅力になるんですよね。だからその魅力があればフォロワーが増えて見てくださる方も増えるっていうことなんですよ。だから自分を出さなきゃダメなんですよ。 でもね、いや、私自分のことなんか出せない。いや、私ね、なんかこう、変に思われたくないから、とかね。いや、そういうなんか暗示が湧くの嫌だから、なんて、そういう方も本当に多いんですよね。だから本当は自分も発信したいんだけど、いや、絶対このネットっていろんな人いるから、なんか言ってくるって、そういうことで悩まれてる方も私いっぱい見てきたんですよね、ネット上で。でも私はそういうの全然大丈夫なんで、あの、もう本当にバンバンやってたんですね、インスタで。でもですね、その、大丈夫と言ってもね、あまりにもね、 その当時ですよ、結構前なんでね。今はほら、だいぶネットの規制とかがあって、そういうこう、批判とか、アンチ行為をする人を取り締まるっていうことに、こう、どんどんね、今世の中がなってるから、最近こうね、あんまりね、そういう人もいなくなったというか、その昔ほどはですよ。でもその当時は、まだそういうことなくて、とにかくもう強烈なアンチがいっぱいいたんですよね。そして私が他のとこに行ったらまたそこまで追いかけてくるとか、夜中までなんかこう見てるとか、すごかったんですよね。 だからですね、これね、私がちょっともう疲れるなと思って、もうその粘着性がですね。で、今で言うとその人たちものすごく波動が低いから、その波動を私がもらっちゃってることになっちゃったから、あ、私もうこういうのをやりたくないって思ってやめたんですよ、インスタは。で、それも何年も前なんでね。だから、そういうこともあるんですよ。自分を出すともうそうなっちゃうから、ネットは本当にですね、大変なんですよね。でもそれはですね、日常生活だとですね、ネットほどね、粘着はしないんですよ。 でももちろんね、いや、私のことをね、粘着してすごく意地悪する人いるんですよって言うかもしれませんけど、いや、ネットはそんなに非じゃないんですよ。ネットってすごいんですよ。だって匿名だからなんです。日常生活は顔が見えてますよね。例えば会社だったら、いつもね、会社にね、出勤したら、 もうそこの上司がすっごく私をいじめてくる、もう文句ばっかり言ってくるって、顔見えてますよねで。そういうね、こうパワハラしてくる人たちっていうのは、まあある程度ね、自分を守ってるとかあるんですよ。やっぱ法律をね、考えて、これ以上やるとっていうことがあるから、まあ普通にこういびったり、嫌闇言ったりする程度なんですよね。でもそれがね、いやもうなのかさん、それが辛いんですよって言われるかもしれませんけど、いやネットよりはまだマシっていうことなんですよ。 そして世の中にはそのパワハラがあまりにもひどくて、まあそのね、された側がこう自死するっていうこともありますよね。でもそれってこうね、まあその全てじゃないじゃないですか。全てパワハラする人たちの全てが犯罪の域にね、達してるっていうことでもないんですよね。ただ本当に性格が歪んでたり、もうその脳の気質的にね、辛辣な言葉ばっかり言うような人っているんですよね。 だから、あの、そういうふうに、あの、ネットがですね、そういうことだから、ネットをね、こう今、あの、たくさん利用している人がいるから、そこで悩まれている方にちょっと今お話してるんですけどね。だから結局ですね、自分の人生をこう成功させたい、何かうまくいきたい、何か物を売りたい、っていう時には、自分っていうものを見るっていうことなんですよ。自分っていうものをちゃんと発信してるか。自分はこういう人間ですよ。ね。こういうことを考えてるんですよ。 このハンドメイドとか、この絵に対してこういう気持ちで作ってて、っていうことを、あの、発信しないとですね、人間力がないと、ただ物だけボンと目の前に現れても買わないんですよ、皆さん。だからですね、私も昔はね、さっき言ったように、ただ定型分で、あの、本当に安くで売ってたものを、 ま、この YouTube をやり始めてからは、あの、言葉イラストってね、初めてね。その言葉イラストは、やっぱ言葉を書いてるから、私がこの動画でお伝えしていってね、この言葉を皆さんにお伝えしたい、届けたい、そして部屋に飾っていただいて、この言葉を常にこうね、あの、肝に銘じて、あ,あそうかそうかってついつい忘れるから、あ,あまたこの絵をね、飾っとけばね、あ,あまた思い出すから、あ,あ、よかったよかったって思っていただきたいから、言葉を書いてるわけなんですよ。 そこでまずね、あ、なのかさんはこの言葉を私たちに伝えたいと思ってるんだなって、私のこの思考とか生き方がそこで伝わりますよね。そしてあのキャプションというとその説明文にも、この絵に対する思い、私はこの絵にどういう思いをね、あのー、込めてます。この言葉はこういう意味ですよって、ちゃんと書くようにしたんですよね。そしたら皆さん方が買っていただけるようになったんですよ。だからその説明文もものすごく大事なんですね。 だからそういうことをしないで、あ、絵描きました。ね、この絵売れるかなって。まあそれだけだと売れないってことなんですよね。だからやっぱり、あの、私もね、そのキャプションとかにそういうことを書き始めたっていうこともあるし、まあもともと私はこうやって動画でですね、私が思ってること発信してますよね。だから皆さん方が、あ、七日さんってこういう思考で生きてて、こういう価値観で、あ人生こういうふうに生きてきてあ、今こういう状況なんだ。って分かられてますよね。 いや、もちろん私の100%はね、分かってないと思うんだけど、ある程度は、まあ、聞き取っていただいてると思うんですよ。だから、この私っていうものを見てらっしゃるんですよ、皆さんが。な日かさんって見てらっしゃいますよね。だから、このな日かさんが描いてる絵なんだ。で、このな日かさんが伝えたいと思って描いてる言葉なんだ。ね、アクリル画もそうですよ。アクリル画には言葉はないけど、私がコスモスに対するね、思い。 ね、あの、昨日コスモスのことを話しましたけど、まあ、そこにね、本当に買っていただいたご本人がコメントいただいてありがとうございました。あの、コメント欄ではね、皆さんにお返ししてないから、その方ほらメッセージいただいてたからね、購入いただいて。そちらにちょっとね、お返事先ほどさせていただいたんですけど、まあ、とにかくですね、あの、そうやってこう、私っていうものを皆さんが分かったからこそ、じゃあ、買おうかなって思っていただいてるんですよね。だから人間力なんです。その人を知る っていうことが必要だから、じゃあこの自分を発信しないといけないんですよ。見せないといけないんですよね。そしてですね、それはね、今ハンドメイドとか絵とかのことを言いましたけど、企業のこととか、人間関係もそうなんですよ。もう本当にですね、あの、誰かとこうね、関わりたいなって、誰か友達が欲しいな、今いないから、恋人もね、もうずっといないから欲しいな、結婚もしたいなとかって、誰かとこの人生つながりたいと思ってるんだったら、 ただじっと待ってて、まあ人生にね、あの、任せてってね、それはね、いい意味の任せるじゃないんですよ。悪い意味なんですよ。自分何もしなくて、ただ人生がどうなるかなって待ってる。それはですね、人生に任せるってことじゃないんですよね。 あの、自分が本当に何かやるべきことをやって、あとは、あの、人生に任せる、天に任せるっていうことなんですけど、自分は何もしない。いや、私もうそんな自分を出すなんてできない。いや、私ちょっと恥ずかしいし、とか、いや、私が何か言うとなんか変に思われるんじゃないか、とかって人の思惑ばっかり考えて、ね、あの、なんかこう、萎縮してですね、自分を出さないで、でも誰か友達が欲しい、恋人が欲しい、いや、人生どうか助けて、みたいなね、神様、みたいな言っても、いや、それはうまくいかないんですよ。 まず自分っていうものを表さないといけないんですよね。私はどういうものが好きで、どういう価値観で生きてて、何に夢中になってて、こういうことだったら楽しいと感じる人間なんです。これはね、嫌だと思ってるんですよね。これは嫌いなんです。そういうことを見せないとダメなんですよ。だってその人が分からないと、人ってですね、本当に繋がろうと思わないんですよね。でもですね、あの、そう言うとですね、じゃあ100%見せなきゃいけないのかってそうじゃないんですよ。 さっき言ったように私だって、私がこの動画でずっと発信してることって、私の100%じゃないですからね。人生の100%は全部話しきれてませんよね。ある部分を話してるわけなんですよ。でもどうですか十分じゃないですかこの私が話してるこの部分で十分皆さんは、私をある程度分かっていただくから、絵も買っていただいたり、この視聴をね、ずっとこう、毎日毎日していただいてるわけじゃないですか。だから、ある程度見せればいいんですある程度。 自分はここがこうでってこのピンポイントを見せればいいんですよ。こういうこと私本当好きなんですよ。これ美味しいと思うんですよ。私こういうね、ところに出かけるのが好きで、ああいう本読んでるんですよ。この前ああいうね、映画見たんですよねって、こういうですね、日常の中のね、ことを言って私はこういう行動してるんですよ。こういうものが好きで、こういうことにワクワクする人間なんです。 でもこういう時はちょっと落ち込むんですよねなんて、その落ち込むんですよねっていうのも本当にネガティブに話しちゃダメなんですよ。負にしちゃダメなんです。たださらっと言うんです。私こういうとこねちょっと苦手でねっていう感じですよね。だからあんまりネガティブなこと言っちゃうと人は逆にまた離れちゃうから負を出しちゃダメなんですね。でもその負を出しちゃダメっていうのはあのそういうこと一切言っちゃダメなのかっていうことじゃないんです。 ね、人間っていうのは、あの、いいこともあれば悪いこともあるから、じゃあいいことばっかり言わなきゃいけないんですかじゃないんですよ。だって私だって過去のこと話してますよね、このチャンネルで。ね、私もね、二十何年前はね、こういうことがあって、ああいうことがあって、本当に辛くてですね、って、もう一日中寝てたんですよね、なんて言ってますよね。で、それって、あの別にいいことじゃないですよね。そういう経験したっていうことで。だからそこにですね、そういう経験しましたっていうことを話してるだけで、負は入ってないんですよ。 そうじゃないですか。皆さん、私がそういう過去のことを話したときに、私から負を感じますかってことなんですよ。私、本当にもう辛くて、も本当にね、もう人生って嫌ですよね、って、こんな感じじゃないですよね。 だからあくまでも過去の経験として話してるだけだから皆さんにとっては別に不じゃないって感じると思うんですよ。だからそういう風に話すのがいいんです。自分の人生とか日常で嫌なことはあると思うんですけど、悲しいこととか、それをですね、本当の不で話しちゃダメなんですよね。 いや、こういうことがあってね、って、ほんと人生っていろいろあるよね、っていう感じで話せばいいんですよ。そしたら相手もね、そうね、わかるよ、そういうことあるよね、って、相手もね、あんまり負にならずに話せるんですよ、お互いが。だから、あの、重くですね、あの、話さないってことなんです。重く、こう、もうずっしりと、ネガティブな感じ、マイナスな感じ。ああ、ってもう暗い感じで話さないで、いや、こういうことがあったんだよね、ってね、もう本当ね、もう人生っていろいろあるよね、ってね。 もうね、どうしたらいいかなと思ってんだけど、っていう、こういう明るい感じで話せばいいんですよ。ね、一個一個を深刻に話さない。そうすると、もうみんなね、あ、私もそうよってなりますよね。でもね、もう今度楽しいとこ行こうよって、こう前向きなね、話になるんですよ。で、そうやって自分のいろんなピンポイントを、あの、そういう他者にね、見せれば、話せば、 私っていうこの自分を知ってもらえるから、あ、この人ってこういうことが好きなんだって分かれば、まあそのことで私もそうだから話そうかなって、お互いのこのね、会話が弾んだりとか、じゃあそういう会話をずっと弾んでると仲良くなっていきますよね。じゃあ今度あそこ行ってみないってなるってことなんですよ。だから自分をまず見せないとですね、そのピンポイントですよ。ピンポイントを見せて自分の人間性を見せる。自分ってこういう人なんですよ。こういう感覚で生きてるんですよって見せないと、 それをですね、こう躊躇して、いや、これ言ったらなんか思われるかなとか、あ、こういう趣味があるって言っちゃうと、なんか、この人変に思うかなとかね。まあ、その趣味って別にそんな変な趣味じゃなくても、なんかね、厳しいな人がいるんですよ。まあ、いわゆる繊細さんって思ってる方、自分は繊細さんなんでって。そういう言葉に惑わされちゃダメなんですよ、この世の中の。なんか繊細さんっていうのがあると、あ、私繊細だから、あ、私はもうちょっと、もうね、あのー、そういうね、性格だからって、余計自分を繊細に感じて、 余計生きづらくなるってことなんですよ。だからそういう世の中の言葉はもう一切スルーしてください。自分がどう生きたいかをまず考えて、じゃあ自分は友達が欲しいから、じゃあ自分を出していこうってこう前向きになるだけでいいんですよ。そこに躊躇したり、萎縮したりしなくていいんです。萎縮すると人間はですね、逆に離れられちゃうんです。あ、なんかこの人なんかこうね、なんかこう萎縮してる感じだな。なんか自分を出さないな、この人。じゃあ何を話していいか分かんないわ、この人ってなって離れていきますよね。 だってその人が分からないからなんですよ。だから自分を出さないと他者からは分かってもらわないから、だからあの、繋がれないんですよね。だから私はほらこうやってバリバリこう話してるじゃないですか。私こうやって出してるから、皆さんがこういう人間が好きっていう方ね、あとこういう話が聞きたいっていう方が集まっていただいてるわけなんですよ。でもね、そうやって私がこうやって生きてると、最初に言ったように、まあ反発する人も出てきますよね。 え、でもそれってとか、何この人何色々言ってんのとかね。そういう,こう物事を斜めで見たり、なんかこう人をジャッジする人が世の中いるんで、まあそういう人が絶対現れるんですよね。それはですね、もうね、当たり前なんですよ。世の中いろんな人がいて、物事には賛否両論っていうのがあるんですよね。私が A って言ったら、あ、そうですね、A ですねっていう人もいれば、いや、A じゃない、B だよ、それはって必ず言う人がいるんです。 それってもうこの世の中のもう決まりごとなんです。もう決まってるんですよ。絶対に物事には賛否両論がある。みんながみんな賛同するわけじゃないんです。だからこの私の人格とか性格もですね、受け入れてくれる人もいれば、いや私はもう七日間無理っていう人もいる。それ当たり前なんですよ。だからそれ当たり前と思えばいいんですよ。皆さんが日常生活で自分を出した時に、あ,あ、あなたいいね。私友達になりたいって思ってくれる人も必ずいますから。自分を出せば。 ねでも、方や、いや、なんか、この人好きじゃないわっていう人も必ずいるんです。だから、それって当たり前だと思っといてください。私もそうやって生きてるんで、あ、なのかさんもね、な日さんを嫌いっていう人もいるって分かって生きてるんだなって分かればどうですか皆さんだって安心しませんか皆さんにも、皆さんを好きっていう人もいれば嫌いっていう人が必ずいるんですよ。 だって皆さんだってどうですか皆さん本人も自分の日常生活で関わっている人たちの中で好きな人と嫌いな人いませんか皆さんだっているんですよ、嫌いな人が。っていうことは、この自分を嫌いな人も必ずいるっていうことが当たり前なんです。だから嫌われたくないとか、なんか変に言われたくない。私をね、なんかこう変な風に取られたくないなんて思わなくていいんですよ。だって絶対的にそういう人はこの世の中にいるっていうのが決まり事なんで。 そう思えばどうですかああ、こういう人がね、いた。あ、でもそれって当たり前だからって思えば楽になりませんか自分のことをどう思うかって、こう人の思惑は考えなくていいんです。自分のことを好きになってくれる人とだけ関わればいいんですよ。 だから私もこの YouTube やってて、いろいろ私に言ってくる人はもうね、非表示にしてますよ。私と関係ない人なんで。で、私のこの話を本当に聞きたいと思ってくださる方に届けたいから、だからその方たちに聞いてもらえばいいと思ってるわけなんですよね。だから結局ですね、このハンドメイドとか絵のことを例には挙げましたけど、ね、その後にこういう日常生活の人間関係のことも話しましたよね。 だから結局人間力なんです。自分っていうものを見せないといいことは起きないんです。いいことっていうのはハンドメイドとか絵が売れるとか、あとはあの人間関係で誰かとつながる友達ができる、恋人ができる、結婚できるっていうのは自分っていうものを出さないとできないんですよ。だってね、今までずっと話しましたよね。それが理由なんです。だからですね、人間力っていうことを見るっていうことなんです。 でもその人間力、自分のこの人間力を見ないで、周りばっかり見る。アナログがいいのか、デジタルがいいのか、あのサイトがいいのかな、あのサイトダメだった、っていうことなんですよ。そういうところを見るんじゃないんですよ。ね、企業だって、他社のね、あの、売り上げを見るんじゃなくて、自分のこの会社の、あの、ね、強み、自分というものがどういうね、あの思考でこの会社をしてるのか、それをね、お客さんにちゃんと見せてるのか、その自分なんですよ。 自分力っていうことなんですよ。人間力なんですよ。だからね、もう本当にですね、あの、自分っていうものなんですよ。結局は人生自分なんです。ね、辛い状況から、あの、幸せな状況に変えるのも自分を変えるんですよって常に言ってますよね。だから結局人生って自分なんですよ。自分が大事なんです。ね、まあそういうお話でした。 ということで、このチャンネルの動画でですね、あの、お話ししている、お伝えしたいこの言葉をっていうことで、絵の横に描いてですね、あの、インテリアとして、あの、使っていただける額をですね、制作してますので、まあ、いろんな言葉をですね、あの、入れてますので、ぜひですね、なんかこう、ビビッとくる言葉をですね、あの、お部屋に飾っていただいて、まあ、ついつい忘れがちだったなーってね、思って、あ、そうそうってこう思い出していただけるように、お役に立て,てみてください。で、あの、オーダーもですね、あの、 けけてますけども現在のオーダーの受付としてはあの既存のねあのみんなの方に出品している作品の中からあ,のあんまり書き込み量が多くないもののみ受け付けてますそして言葉はですね皆さんがこういう言葉を横に書いてくださいって言っていただければあの短いね一言でもいいですし長文でもね今までオーダーを受けてましたあのたくさんの言葉を書いてくださいっていう方もいらっしゃったんでね、まあ、それもあの受け付けてますので是非ですね 本当にこう私をねあの動画だけじゃなくて絵の方でもお役に立ててみてください。あの心を込めて一点一点こう原界でですね 手書書きででいてまますあの印刷物じゃありませんのでそしてあの写真よりですねやっぱりこう実物の方がね全然いいです <laughs> あの写真はちょっとねなんか暗めに写ったりなんかこう色が、ね、あんまりこうほんわかね写ってなくてちょっとこう暗めに写ったりしてますんでまあ本当にですねこう実物を手にしていただいてねあの飾っていただけたらなと思ってますそしてあの今までご購入いただいた方のご感想レビューですねそれはですねあのコミュニティっていう場所のところにあの随時ですね ね、あの、投稿させていただいてます。今まで本当にですね、あの、ご感想いただいてありがとうございました。で、そしてあの、インスタの方にもね、あの、レビューっていうところをあの、まとめてますので、まあ、どちらかで見てみてください。あとですね、あの、アクリル画とかハンドメイド品とかもありますので、いろいろですね、あの、私をお役に立ててみてください。では、今回もありがとうございました。